お疲れ様です。さあ、あ試合が終わってですね、北海道コンサートで札幌バ s サス湘南ベルマーレの試合が終わりましてですね、まあ今からちょっと帰るんですけども、さすがにね、今日はちょっともう愚痴らずにはいられないですね。愚痴らずにはいられない感じですよ。うん。まずね、もうね、イベント多すぎね。イベント多すぎさ。あの、デルピエロ来ます。OB 戦やります。 で月下美人っていうねもうお年様方も88歳とかそれぐらいの方々が踊りますもうね詰め込みすぎ一日にだってさ今日だけなんですよその月下美人の方たちがね1年間練習してきて今日お披露目今日だけ踊る特別にその後ろをさデルピエロが場内一周してさイエイイってハイタッチしてってさそみんなデルピエロ見るよじゃんみそうなっちゃうじゃん かわいそうじゃん、ひさあ、一生懸命練習してさあ、頑張って踊ってんのにさ、なんでデルピエロとぶつけるよ。その無理だろ、それ。みたいな感じでさ、もうなんか OB 戦、デルピエロ、その月下美人とかもイベント多すぎて、なんとなくもう、スタジアムの雰囲気も,もう結構お腹いっぱいみたいな、あー、感じで、ね。たやもうベルマーレはもう、お気持ち表面をホームページでしたし、もう、 勝ちだけもう内容なんてどうでもいいもうとにかく勝って順位を上げる最下位から抜けるそういう気持ちで、えー、そういう、実際にそういう試合をしましたよね。でさ、かたこっちはさ、丸番敗退して、もちろん今季、1位けた順位、9位までに入らないといけない。なぜなら、そこ、それ以上とそれ以下で、もう賞金の額。 ももらえるるのが違ってくるんでやっぱ一桁順位でフィニッシュしなきゃいけないっていう状況ありながらもやっぱ出番敗退してしまってでもう降格も正直あんま関係ないみたいな気持ちでねどこにこうモチベーション持っていったらいいのかみたいなああ本当に思ってるかどうかわかんないけどなんかそういう気持ちというかああで戦った戦ってしまったみたいな感じはありますよねモチベーションの 差っっていいうののは、まあ、正直あったんじゃないのかなとで、まあ今日はさあ第8岡村第八もサブにしてだから菅さんもサブにしてみたいな、まあ、変化もあったけどちょっと前言われたその岡島剛がいないから勝てないっていうチームからなんか岡島がいても勝てないみたいな感じになってきてしまっている危機感をちょっと感じていて。 でそのやっぱり一番の武器じゃないですか、おはしがじゃあ、お子はが点を取れるようなサッカーっていうのをするべきじゃないのかなと僕は思うし、だそれは具体的に言うと、背の高い選手を使って、その周りをし柏に走らせる、その高い選手が落としたボール、すらしたボール、そういうところから、相手ディフェンダーのあのライン破って、お小屋が抜け出して、ゴール決めるみたいな。 そそれこ,そこうルヴァンのマリノス戦の第一戦みたいなああいう形作ればいいのになとでも今日、キム5人はいないしで第8も結局最後パワープレーしてもほとんどボール触れずみたいな感じでしたしで選手交代でもさあ大森慎吾はさあまあ前の試合で PK 止められてるから早くこうそれを払拭す しして欲しいとか期待があって気をしてるのは分かるけど分かるけどルーキーでさ怪我でさ半年間チームで練習できてなかった選手がさい,いきなりさこの点取らなきゃいけない状況負けてる状況で使われてさでプロのフィジカルの差とかさあるわけじゃん、まあ、ミンテナンデーかぶつかりとかさフィジカル強いわけじゃん、うん、厳しくね もうちょっとさ、こう安心してプレイできる状況で使ってあげてほしいわけよ。それだけこう大森信号買ってさ、使うんだったらさ、スタートから使うとかさ、プレッシャーかかってない状況で使ってあげた方がさ、結果出せると思うし、買ってんのはわかるけど。で、青木亮太にしてもさ、怪が明けでさ、あの前、前の試合も出たけどさ、やっぱりこうまだ試合感うまさはあるけど、ちょボールタッチが大きくなったりとかさ、やっぱ試合感が、 まだ戻ってててなないなっていっっうのがやっぱプレー見てて分かるわけだったらさやっぱその1点追わなきゃいけない状況じゃなくてもうプレッシャーかかってない状況で使うみたいなそういうその交代で出てくる選手はやっぱ自分がやらなきゃ自分が何とかしなきゃって気持ちでやるわけやん負けてるしってなるとさやっぱ焦りとか出てくるわけじゃん焦るわけじゃん人ってそうなるとプレーがちょっとずれたりパスがずれたり。 トラップ大きくなったりするわけじゃんだからさそういう選手起用とか、まあ、どうなのかなと思ったし、まあ、逆に言えばこのさホームでホーム戦で、えー、最下位相手にもうまんまとあのやりたいもう勝ち点を3を取るっていう結果よりも勝ち点だ勝ち点3だっていう試合をされちゃってさこのあと試合後コメントにミシャがどう いうコメントを出すのかっていうのは逆にちょっとあの楽しみになりましたよね。もうだって全然言い訳できない。もう別に怪我人メンバーが足りないわけでもないでしょう。よし、別に判定でおかしな判定があったわけでもないわけで。で、しかもホームですから、ホームで最下位のチームにあの必死になってね。えるチームにあの負ける。もう思い通りに負けてしまう。 たことに対してミシャがどういういコメントをできるのかちょっと楽しみに後でチェックしようかなと、うん、思います。ということでね、えーまあ、いろいろありましたがまあ、とにかくねこう今季のシーズンは、まあ、ACL 目指してましたけどそれちょっと無理なんで、まあ、少なくてもその1桁順位で終わるっていうことを目標にして今一度ちょっと。 気持ち切り替えてね、あのこれからのこのシーズン最後まで、えー、走りきってもらいたいなと、それをやっぱサポーターも後押ししなければならないなと思います。ってことでね、えー、もう今日はちょっとぐじらずにはいられないという感じで喋、えー、りましたた、えー、お疲れ様でし次べしましょう